大人の世界にこそ。はい、まずランキング。ちょっとね、最近絶不調でゲーム自体をやってるんですけど全く記録が出ない状態で、もう3回ぐらいですかね、動画撮っては消し、動画撮っては消しを繰り返しましてね、まあ、74位ということで。で、ハンマー、はい、ハンマーがね大スランプなんですよ。もうパーフェクトすらも投げられないぐらいタイミングがもう全然取れなくて、ということで、まずハンマー頑張ってやってみたいと思います。コメントでいただいたね、あのやり方で、でそういうわけでニューキャラクターを作ったんですね。背を低くしてマッチョな方が記録が出やすいという話をコメントいただきましたんでね、新たなキャラクターを作りました、はい、ちょっとね、はるかちゃんだとちょっとねマッチョだと無理があるんで、まずはその紹介から、はい、でどんなキャラクターが、はい、この少年、はい、この少年ね、後の室伏浩二になる男という室伏少年という設定で、はい、出てます。顔はねだからねそんないじってないんですよ。全然なんか違うでしょ。でもねちょっと背を低くして洋服を変えただけでこんなにも、あ、全然ダメだ。もう最近もうこんな感じなんですよ。もう絶不調も絶不調で、もうまあこれで82に行くんで、まあテクニック Z 型なのは間違いないですね。今一瞬あれテクニック Z 型にしたっけかなとかって思ったんですけど、ちょっとね、それで投げ方もね、ちょっといろいろ変えてるんですよ。あ、来た！さあ、ここで、ここで！あ、ダメだ、ダメだ、ここじゃないんだよ。ぐるぐる、手のひらでぐるぐる回すといいですよって言ったんですけど、ちょっとこれ今、純正コントローラーじゃないコントローラーを使ってるんで、あの、例のね、あの、安いコントローラーを使ってるんで。あ、来た！ファンタスティック、どうだ、ちょっと低いな。いまいちでしたね。本当に行くときはもっと上まで行きますから。113。うん、でもとりあえずパーフェクト出たよ。最近ね、パーフェクト出ることがね、もう3回に1回ぐらいになっちゃったんで、前は。前はね、110を超えるのが3回に1回ぐらいだったんですけど。あ、ほら、うん。こんな感じなんでね、ちょっと。これじゃ120超えないよってね、声も聞こえてきそうですね。まあだから10本ぐらい投げれば118を超えるスローも1回ぐらいは出てくるっていう、まあそのぐらいの確率なんで、10本って言いますと予選から決勝までの間に1本って感じですね、確率的には。さあ120、うん、120を超えたのはたったあれ1回きりなんですよ。ああ、ほら合わない、合わないんですよ。あ、ダメだ。ねえ、これなんですよ、もう最近は。ちょっとこれダメだったら、コントローラーを戻しますんで、純正に。どうもやっぱり手にしっくり来ないんですよね、これが。いろんな理由があって。来た！来たか！来たか！来たか！最後に！あー、ダメだ。もうね、出ないんですよ。まあでもこれで優勝。うん、はい、一応ね、体裁は保ちましたけども。はい、コントローラーをじゃあ元に戻しまして、純正コントローラーでまたね室伏少年で、まずはパーフェクトを合わせないとね。これもダメってなるともう100しかなくなっちゃいますからね、私にはもう取り柄が。きた！やっぱり純正か、やっぱり純正か。ああ、ダメだな。オッケー、101。はい、ちょっと声もね少年になってます。いいですよ、初っ端からパーフェクト出てたよ。やっぱ人生か。来た、ファンタスティック、ファンタスティック、どうだ。おー、ごますり、ごますり、おーおー、来たー、来た。やった、ごますり来ましたね。はい、ごますり、つまりね、あの例のレバーを手のひらに乗っける方法です。はい、うまくいった、初めてうまくいきました。今もうね、今まで全然こんなうまくいかなかったんですけど、なんとなくちょっとコツが分かってきたかもしれない。来たか、
これはもう波乗ってきたか、ほら。コマスリ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 コ121ぐらいまでいけそうですね、これは。やっぱ純正コントローラーだな。でもトップの人123でしょ、まだ3メートルってどうやって伸ばすのっていう。この後ちょっと、一回、はるかちゃんでも投げてみっかな。このこねくり戦法で。これ、室伏少年だから出たのかちょっとわかんないですけど。多分それあっかもしれないな、でも。来たか、パーフェクト、パーフェクトスロー、パーフェクト来たか、来た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 、これクリッククリック、うわー、おー、でも自己ベストにね、過去の自己ベストに、はい、迫ってきたよ。あー、でも確かにこれ手のひら痛くなりますね。これは結構ね、摩擦によって分かりますよ。これだいぶ、え、来たか、これ乗ってきたよ、乗ってきたよ、これクリゴー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 リ、おお、来た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 、よし来たよ、ゴーリゴーリですねこれ、よし、はい、ちょっと決勝前に早くもクライマックスが来ちゃいましたけど、いや分かんないよ、決勝はさらに記録伸ばす可能性もあるよ。あ、まあね。5連続パーフェクトとかちょっとできすぎてたからな。来たよ、でも、はい。よし、いいよ。これで何人抜きになるのかな、うん、まあ120m003 だか6だかそんなもんだったんで、一気に記録を伸ばしましたからね。はい。これもコメントいただいた皆様のおかげです。はい、アドバイスのおかげです。ゴリゴリ殺法でね、ゴリゴリ戦法で。さらに夜空で 121m ね、期待ですね。ここまで来たらやっぱりこれ最後挨拶かな。この室伏少年の能力もあんのかな、それともこのゴリゴリが効いてんのかな。やっぱ若さを出してちょっとガッツポーズ、全然面影がないですね。あれが後の室伏さんになると顔変えてないんですよ、大して。あ、目の位置をちょっとね、下げたぐらいですね。バランス的にね。ちょっと行き過ぎた。インクレディブルだけど、ちょっと行き過ぎたな、多分。ほら、うん。ですね。ですよね。あれ？あれ？ほら、今みたいにね、今全然伸びてなかったと思うんですけど、伸びてたかな？あの、輪っかが出てなかったような気がする。これね、あんまりギューッと押し込んじゃうんですよ。つい私力入っちゃってね、L、あのレバーをね、そうするとなんかね、L3 の重力になっちゃって、来た！これ来た！これ来た！これ来たよ！これ、ゴーリ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 、うーん！あ、全然ダメだった。わかんないんだよな、でもこれ落ちるまでな、どこまで伸びるかっていうのは。でもこれ手のひら痛くなるな、ほんと。うん、これほんと、排水口とか掃除する紫のあのゴム手袋してダメだな。あ、来た！ちょっと行き過ぎたな、でも。行き過ぎたと思います。行き過ぎたとほらね。はい、うん、軽くていいのかな？これやるのは、うん。スイッチから入っちゃうんですよね。でも来ましたよ、でも。はい。優勝&自己記録更新2回。ほら、背のちっちゃいでしょ。少年なんで、設定はまあ中2ぐらいの、中学2年生ぐらいの設定で、このパーカーを着てちょっとね、若さを出してみたんですけど、格好からしても、はい。というわけで、ちょっとね、今度、はるかちゃんとやってみようかな。だから前使ってたキャラクターの能力そのまんまですね。実行はるかちゃんなんで、どうなんだろうな、ちょっとわかんないですけども。これでちょっとゴリゴリやってみて、これでも119は投げれたんで、ゴリゴリによってまた120いくのかなっていうのが、はっきり言ってさっきの記録は、この
新たな投げ方が決まったのか、室伏少年の能力がハマったのか、まあ、もしくは両方なのかっていうのがよく分かんないんでね、これで分かるんじゃないでしょうか。もう来た、どうだどうだどうだろうどうだろうどうだろう、あーダメだね、このままだとね、やっぱり、あ、間もなくハンマー投げがとかって、こんなタイムリーな。おい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 、ちょっと。来た、どうだ、ではパーフェクト来たか、来た、来たか、あれちょっと待ってくださいよ。今、結構真ん中ドンピシャ決まったような気がしたんですけど。そう。こういう状況がね、結構続いててね、絶対来たと思った時に、意外に飛ばなくてっていうのが。さっきむしろ、あ、ちょっとダメだ。118とか119で止まるようだったら、ちょっとやっぱり、能力差を感じますけども。115ぐらいだとね、まあ、ちょっと投げ方が、ちょっと、いまいちだったのかなっていう感じにもありますし。あ、やっちゃった。これがね、最近決まんなくて。どうだ、これは結構来たような気がするよ。ゴーリゴーリゴーリ、あ、ちょっと低いな。うん。空見えてる時間が短かったもんね。うん、行くときはもっともう最初から空ですからね。投げ方がだから下手くそになっちゃったんですよね。来た、インクレディブル、インクレディブルスロー、インクレディブルは、あ、ダメだ。さあ、決勝。これでもね、本当に手痛くなりますね。もう分かりましたよ、これやってて。毎回毎回これゴリゴリやってたらね、この右手の、ね、手の皮の厚さがすごいことになりそうですね。私、この昔あの体操やってた時にね、あの何回も皮むけては再生しを繰り返したらもうすごい皮厚くなったんですよ、手の皮が。その状態になっちゃいますね。鉄棒でですね、鉄棒で。さあ、行きたいな、120。ちょっと、行き過ぎたような気がするな、行き過ぎてでしょう。ほら、さあ。どうだ、これ決まったような気がする。エクセレントって言ってるし、エクセレントって言ってるし、あ、言ってねえよ。ダメだな。絶対これ絶対真ん中行ってたんだけどな、今もう感覚的にはもう。行ったって、あの、いつものあの、空しか見えない絵になるなって思ったんですけど。来た、これで来なかったらおかしいよ、これで来なかったらおかしいよ。ほら、やっぱおかしいなぁ。何かがおかしいなぁ。ワンダースティック、どうだろう、どうだどうだ、あ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 、118かぁ。あー、微妙ですね、これは。もうむしろ大人はるかちゃんでも、あれだな、オンラインゲームスに投げ込みしてみっか、もう。オンラインに殴り、あ、ランクゲームスか。はい。ランクゲームスに行ってみます。はい、久しぶりだな。まずマッチングするかという話なんですけども。120、お、お、来た、クレイジーさん、はい。あれ ?29 メートル、あれ、ちょっと待って。マイレコード29メートルの方だぞ。ちょっと、あれ、前やった人じゃないのこれ。これまずいな、これは。ダメだ、これは。まともに投げらんない。無回転だ、無回転。無回転しかない、これは。無回転。おやどうも無回転しかないよ、もう投げらんないよ、もうあんな人に。自己ベスト29メートルの人ってもう、ほら、それでも俺勝ってんだもんだって。ダメ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 、ソフトボール投げだってもうちょっと飛ぶよ。多分これね、やり方わかんないんだと思うんですよ、この方。私もね、一番私ね、全く知らずにね、時計と反対方向に回して、どうやっても飛ばねえなーって何回もやってたんですよ、これ。どうだ、パーフェクト。簡単に合わされるパーフェクト。はい。45を飛んじゃった。これ無回転なんですけど。本田圭佑お得意の無回転なんですけど。
ああよろしくお願いしますって来てる。あやばい、よろしくお願い。いやちょっと待って待って、 おっかね、怖い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 、怖いよ、怖い怖い怖い、クレイジーってならないだけあるな。やった、そんな悔しい、嘘でしょ。待て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 、ちょっとなんか怖いな。ありが、待てよ、一応負けませんよとかって、火に油注ぐようなこと書いて、負けませんよって。はい、ちょっとだけ回すか、うん、3回だけ回そう。はい、はい、これでもいい、十分だ。あとパーフェクト、はい、あグレートです。あこれは負けたんじゃない意外と。あ1メートルだけ伸ばした、絶妙なさじ加減で、どうだこれは。これなら、ね、これならどうでしょうか。あ負けちゃった。え、あつうかコンピューターに負けてんのか。そうか、コンピューターにも勝てなかったのか、それはあかんな、ちょっと、うん、だって24メートルじゃだって誰にも勝てないよねこれじゃ。はい、というわけでね、あまり力を抜いてもいいことはないね。しかしね、相手、あの人のためにもなんないかもしれないな。例えば私がここでね、100超えるスローして、どうやったらあんな投げれるんだよっつって、ね、頑張るきっかけになればいいですけど、まあ、逆にね、あんな無理だよ、面白くねえよ、こんなゲームっつってね、中古ゲーム屋にもう次の日走っちゃうようなことになったら、あね、私、罪の意識を感じちゃうんでね。どっちかというと、そのね、後者の方を考えちゃうんでね。いやちょっと長く楽しんでほしいなと思ってね。こら、来なかったよ。もう45メートルも投げちゃったから。ねダメだな。オンライン怖いな。オンライン怖い。やっぱりオフラインで、まあ、最後、締めましょうか。あんな投げ方してるからなんですよね。もうなんかね、タイミング来るようになっちゃったの、なんか。そっからいきなりドンピシャにね、速いスピードでパーフェクトに止めろっていう方が難しいんですから。オタナハルカちゃんで120いけるか。オタナですよ、こっちは。今度はちゃんとガチで投げます。きた、あれ何も言わない、何も言えねえだこれ。おおお、でも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 、ああ120超えた、いけるね、120超えるね、はるかちゃん。やっぱ大人はるかちゃんの方が能力が上と見ていいのかな、わかんないな。でもな、たまたま子供はるかちゃんの時にうまく投げられなかっただけかもしれないしな。うん、パーフェクト、パーフェクト出たよ、パーフェクト出たよ、来た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 、うん、あー119、991、はい、どう、うん、まあ120いかなかったけど、まあ、うーん、前はすごいガチャガチャやってあの記録だったんで、ただこれ回すだけでいいっていうのは簡単だなと思いますけども、この大人はるかちゃんでも120はいくということが分かったんで、うん、はい、やっぱり投げ方これがいいんでしょうね。うん、今度から手袋着用かな、これは。はい。はい。というわけで、記録は多分まだ反映されてないと思いますけど、一応見ましょうか。これ100位以内に入っちゃうんじゃないか、これは。お！お！来たか！何位だ？来たー！ 62 位来たー！ 62 位です。はい。一気に、前回の137位から、だいぶ、60ポイント、60位ぐらいアップしましたね。はい。120m956 で、ね。来ましたよ、62。100メートルも、はい。100メートルもね。まあ、ほとんど同じぐらいだよね、やっぱり。74位ね。うん。100位以内にだんだん入ってきましたよ、どれも。走り幅跳びはね、もともと入ってたんですけど、今落ちてきてね。103位ということで。走り幅跳びはでもね、これ。本当奇跡の一回きりですからね、これはね。もう、うん。多分あとね、500回くらい飛べばね、また10メートルくらい飛べると思うんですけど、500回飛ぶ、ね、そのモチベーションがね。はい。まあ、というわけでね、本日は、まあ、見事に、ハンマーで2回、記録更新しまして、ランキングの方にも返り咲きました、100位内。はい。というわけで、まあ、よかったです。はい。じゃあ、次回もよろしくお願いします。さよなら。